九州地方整備局。九州地方整備局企画部企画課大久保雄大です。私が入省しようと思ったきっかけは、高校で学んだ土木の力で県や市町村だけでなく、出身地のある鹿児島を含めた九州や全国で防災復興に携わりたいと思ったからです。今やっている仕事は、公共事業の必要性を評価し、また事業の継続を決める事業評価監視委員会という委員会の運営をやっています。いろいろな分野の事業のお話を聞けたり、自分的にはすごくためになっています。まあ、目的に向かって打ち合わせだったり議論の場がすごく多いなというふうに感じていて、すごく意見を言いやすい職場かなと思っています。休みの日は温泉に行ってサウナに入ったり、筋トレをしたり、まあ、散歩をしたり、自由気ままに過ごしています。私はやっぱり防災や減災復興の現場に携わって、住民の方の命を守れるような仕事ができたらなと思っています。とても意見を言いやすい職場で、雰囲気もとても良く、やりがいを感じています。ぜひ皆さんと一緒に働けたらなと思っています。